んて獰猛さなの。これはやはり、おかげさまで助かった。お二人さん、愛してるぜ。何をなさるの。悪かったな、ジョーちゃん。わしなりに感謝の意を伝えたつもりだったんだが。言葉で伝えていただければそれで十分です。なんて品のない人なの。もしかして。お、そうだそうだ。出稼ぎ先から故郷へ帰るために乗った船がまさか沈められちまうとはな。わしの名前はサハド・ノートラス。グリーク地方出身の漁師だな。よろしく頼むぜ。ラクシャです。ラクシャ・フォン・ロズウェル。アドルニー、ラクシャ嬢ちゃんか。それにしても流れ着いた先がよりにもよってセイレン島とはな。知っているのですか。おお、グリーク出身ならガキの頃一度はこう叱られたことがあるはずだ。悪さをするやつはセイレン島へ島流しにするぞってな。このわしもよく親父に脅されて、その度に書面ちびったもんよ。それだけ地元でも恐れられている場所なのですね。このような獣が潜んでいることも知られているのですか。いや、少なくともわしは今日初めて知ったぞ。有名な話だが、セイレン島に近づこうとする船は全て沈んじまう。ここが実際どんな場所かなんてこれまで誰もわからなかったはずだ。たまに上陸したなんていうやつもいたが、どう考えても眉唾もんだったぜ。どうした。そういうわけでは。とにかく調べてみないと。それにしてもついてないぜ。浜辺で拾ったこいつをあの獣の顔に偶然ぶつけちまってな。そうだろう。身を守るために拾ったんだが、逆にえらい目に遭っちまった。お？ちょっと。
ビビったぜ。だがこれで一件落着だな。なんだか私どっと疲れました。奇遇だな。わしもあいつに散々追い回されて疲れちまった。お、おかげでこの通り腹ペコだぜ。そうだ、お前さんたちの拠点ってところへ案内してくれよ。参ります。アドル、この分だと他にもまだ漂流者がいそうだな。お？あなたは？この付近を調べている時に偶然出会ったのだ。よう、アドル。悪運の強さだけはお互い相変わらずってところが。お、まあ見ての通りピンピンしてるぜ。このドギ様がそう簡単にくたばってたまるかっての。あの後漂流物に捕まってなんとかここへたどり着いたんだ。まったく毎度のことといえ、お前さんといると本当に退屈しないぜ。あのな、今回はさすがにヤバかったっての。なんなのですかこの二人は。冒険家ということなのだろう。知らんが楽しそうな兄さんたちだな。アドル、今日はお互いにいろいろあったようだ。今後のためにも一旦情報交換しておいた方がいいだろう。見ての通りドギのおかげで少しだけ拠点も形になってきた。もう日も暮れるし今日はこのまま休んでいくといい。
Thank you.